美女と野獣なんだよ。ご家庭もあるし。で、少女になるって子供は違う。奥さんの方に似た。そう。で、旦那とか先輩も結構、子供にはとても似てる。普段なんか見たことないって言ってる。
あるからからかってることもあるよ。まあこだわり好きなんやと思う。そこはね、びっくりだよ。いじられキャラっていうか、ネタにしやすいだろ。じゃあ言いやすいよ。夜も職場も見せないし、うん、それで仲良くなるように別に向こうも悪いやってくるんだけど、むしろそういう、なんかこう、やって褒め込まれたりすればいいです。そういう人にしかなりません。そういう人にしかなりません。なんか困って、困って助けてくれるのかするから、まあ、いいんやと思ってもいいんですか。走れてきたね。